アルティメットスパイダーマンは、スパイダーマンのコミックシリーズの一作品。また、同名のテレビアニメシリーズである。本校では校舎について解説する。米国ディズニー XD にて2012年4月1日より、放送中のテレビアニメである。日本では2012年7月1日より、日本のディズニー XD、2013年10月5日より、D ライフにてそれぞれ放送中。 2014年10月より放送開始した第3シーズンよりタイトルをアルティメットスパイダーマンウェブウォーリアーズに改め放送。このシーズンより地上波テレビ東京系6局ネットでも2015年4月7日から2015年9月29日まで毎週火曜日18時30分18時57分枠で放送された。第4シーズンよりアルティメットスパイダーマン VS シニスター6として放送。テレビ東京系でも2016年4月5日から毎週火曜18時25分から放送再開された。脚本家兼プロデューサーのポールディニによると、この番組はスパイダーマンの設定を一新しており、番組内容はスパイダーマンが毎回様々なゲストキャラと共に活躍を繰り広げるというものになっている。多くの回は、 アルティメットスパイダーマンを手掛けたブライアン・マイケル・ベンディスの漫画が元になっているが一部ヒーローやヴィランのオリジンなどは番組オリジナルとなっている実際この番組におけるスパイダーマンはニック・ヒューリー率いる SHIELD の一番新しいメンバーであり同年代の4人のスーパーヒーローと共にチームを組んでいるまた2011年に行われたサンディエゴコミコンでは ベノムの他にもドクター・ドゥームやリビング・レーザーといった様々な悪役も登場する予告編が公開された。原作コミックにもアルティメット・スパイダーマンという通常のマーベル作品とは異なるパラレルワールドを舞台としたリブートシリーズが存在するが、本作はアニメオリジナルの設定でコミック版と直接の関連性はない。 2013年7月20日のサンディエゴコミコンにて、マーベルコミックとディズニー XD は、第3シーズンの放送を発表した。第3シーズンは、テレビアニメ、アベンジャーズ・アッセンブルに合わせた内容になっており、スパイダーマンがアベンジャーズ入りし、新ヒーローチーム結成を描いた内容になっている。それに合わせて、クロークダガーや、アマデウス著、エージェント・ベノムといった新キャラクターも登場する。 ブライアン・マイケル・ベンディスとポールディニがこの番組の制作を務め、脚本にも参加している。また、ベン・ジューやジェネレーター・レックスで有名なアニメーターチーム4人組、マン・オブ・アクションが制作葬式として参加し、この時点では第1シーズンは全26話分の放送が決定していた。サムライミ版、スパイダーマン3部作でジョン・ジョナ・ジェームソンを演じた JK シモンズは、 この番組でも同じ役を演じることになっている。また、ロサンゼルスタイムズとのインタビューでは、マッドハウス版、アイアンマンで、アイアンマンを演じたエイドリアン・パスダーが、アイアンマンを演じることが明かされており、MTV とのインタビューでは、声優のケビン・マイケル・リチャードソンが、ロビー・ロバートソンとブルドーザーを演じることが明かされた。2012年4月1日に、本作は、 アメリカ合衆国のディズニー XD で放送され、その翌日に XBOX Live と PlayStation Store でパイロット版が配信された。第4シーズンは VS The s n i e r 6という副題で2016年から放送されている。日本では2012年7月1日からディズニー XD2013 年10月5日から D Life2015 年4月7日より、 テレビ東京系にてそれぞれ放送。第13話までは、ディズニー XD で先行放送したが2015年9月5日から10月31日までは、日本のディズニー XD で、第14話から第21話まで、テレビ東京より67日遅れで放送。第22話には12月5日に放送。テレビ東京より95日遅れで放送。第十三話と、 第24話は2016年1月23日と1月30日に放送。テレビ東京より148日遅れで放送。第25話と第26話は2016年2月20日と2月27日に放送。テレビ東京より162日遅れで放送。d ライフでも2016年4月23日から10月29日まで第3シーズンを 毎週放送。テレビ東京より1年1ヶ月遅れで放送。2016年6月18日から2017年8月13日まで、第4シーズンを放送。テレビ東京より第1話は74日遅れ、第2話は67日遅れ、第3話から第9話までは81日遅れ、第10話から第12話までは88日遅れ。 第15話から第19話までは67日遅れ、第13話は123日遅れ、第20話から第24話までは74日遅れ、第14話は179日遅れ、第25話、第26話は11ヶ月遅れで放送。落合春陵のナレーションが入ったオープニング映像や次回予告も放送。第3シーズンはオープニング映像のみ放送されたの。 第14話から第25話までオープニング映像とヒーロー紹介と次回予告放送された。さらに D ライフでも第4シーズンのオープニング映像とヒーロー紹介と次回予告放送される。D ライフでも2016年11月5日から2017年4月29日まで第4シーズンを毎週放送。テレビ東京より215日遅れで放送。 D-Life では、第25話と、第26話は2017年4月22日と2017年4月29日に、ディズニー XD より、先行放送。また、第3シーズンは、アルティメット・スパイダーマン・ウェブ・ウォーリアーズという表題で2015年4月7日から、テレビ東京系6局ネットでも放送が開始され、それに合わせて、ニコニコ動画での配信も開始された。 テレビ東京で放送する際、落合春良のナレーションが入ったオープニング映像が追加され、エンディングでヒーローの紹介が行われているでは、落合春良のナレーションが入ったオープニング映像が追加されず、落合春良のナレーションが入ったエンディングのみのヒーローの紹介が行われている。日本のディズニー XD よりの遅れに数、第1話から第4話までは7ヶ月遅れ。 第5話から第8話までは6ヶ月遅れ、第9話から第13話までは2ヶ月遅れで放送した。2015年7月7日から8月4日までは、テレビ東京系で、第14話から第18話まで、アメリカ合衆国のディズニー XD と同時に放送された。2015年8月11日から9月29日までは、テレビ東京系で、第19話から第26話まで、 米国放送より日本先行放送された。2016年4月5日より第4シーズンはアルティメットスパイダーマン VS シニスター6という表題で放送が開始された。これに伴いテレビを見るときはの告示映像が追加されオープニング映像も新しいのに変更された。インターネットでの配信は有料動画配信サービスアニテレシアタから ニコニコ動画やアマゾン等を通じて行われ、第1話のみ無料で配信された。第3シーズンでは、画面内に小さく出ていた言語版のエンディング映像が第4シーズンから元の大きさに戻った関係で、キャラクター紹介コーナーと次回、予告兼日本語版クレジットがそれぞれ放送という構成になった。また、提供スポンサーも前半枠の影響により、 宝ミーに変更された。2016年4月5日から5月31日までは、テレビ東京系で、第1話から第9話まで、米国放送から遅れで放送された。2016年6月7日から7月5日までは、テレビ東京系で、第10話から第14話まで、米国放送より、日本先行放送された。 2016年7月12日から7月26日までは、テレビ東京系で、第15話から第17話まで再び、米国放送から遅れで放送された。2016年8月2日から9月27日までは、テレビ東京系で、第18話から第26話まで再び、米国放送より、日本先行放送された。 アメリカ合衆国での初回放送前日にあたる2012年3月31日にはニューヨークとロサンゼルスで記念パーティーが開かれた。ニューヨークでのパーティーはマンハッタンにある漫画専門店ミッドタウンコミックスダウンタウンで行われマーベルコミックのチーフクリエイティブオフィサーであるジョーケサダやこの番組に携わっているジョーケリー この番組の同時宣伝にあたる漫画の第一号のライターを務めた EN、クリス・エリア・パリスが参加した。ロサンゼル・エンスでのパーティーはハリウッドのメルトダウンコミックスで行われ、こちらにはマーベルコミックのテレビ部門のチーフであるジェフ・ローブやダンカン・ルロー、スティーブン・ティー・シーグル、この番組のパイロット版を手掛けたポール・ディニの他にも、声優のクラーク・グレックとミスティ・リーも来た。 本作を元にした漫画アルティメットスパイダーマンアドベンチャーズが2012年4月25日から開始され、同じくテレビ番組を元にした作品ザ・アベンジャーズ・アース・エス・マイ・テイスト・ヒーローズ・アドベンチャーズとともに、現在も連載が続いている。ピーター・パーカーがスパイダーマンになってから約1年、高校生とヒーローの二重生活を続けてきた彼だが、 デイリービューグルコミュニケーションズの CEO であるジェームソンは激しいアンチスパイダーマンキャンペーンを繰り広げていた。そんなある日、ある悪人を退治したスパイダーマンの前に情報機関 SHIELD の長官ニック・フューリーが現れる。組織の情報網でピーターの正体を知っているフューリーは結果的に町に損害を与える形となった。 彼にスパイダーマンがヒーローとして未熟であると指摘。SHIELD で訓練を受ければ、アルティメットスパイダーマンになれると誘いをかけてくる。こうして、SHIELD のメンバーとしてのスパイダーマンの新たな戦いが始まった。Web Warriors 第3シリーズ第62話、第63話、第64話、第65話、異次元のスパイダーマンパート1から4で登場する。 異次元世界のスパイダーマンたち。異次元世界のスパイダーマンの DNA 採取を目論むグリーンゴブリンを追うピーターとそれぞれの世界で共闘。最終的には DNA をもとにパワーアップしたスパイダーゴブリンと戦うためにピーターの世界で全員が集合した。第4シリーズ第96話、第97話、第98話、第99話、異次元のスパイダーマン。 再びパート1から4でも一部のものが登場。この他、スカーレット・スパイダーと、新たなる異次元世界のスパイダーマンたちについても、便宜上この節に記載する。ニューオーリアーズ第3シーズンにて、スパイダーマンが中心となって結成した若手、ヒーローチームで、アイアンフィストをはじめとするレギュラー4人や、エージェント・ベノムも含まれる。全員、SHIELD アカデミーに通っている。 アベンジャーズその他のヒーローヒドラシニスター6、シニスター7シニスター6は、ノーマン・オズボーンの下の研究者からさらに見ようとした、ドクター・オクトパスによって結成された、スパイダーマンを憎む悪党を集めた集団。固定されたメンバーではなく、ドクター・オクトパスを中心とした6人でその都度、構成される。はじめは、息が合っているように見えたが、コナーズ教授としての記憶が、 うっすら残るリザードと気の荒いクレーブンが衝突し、それを止めるためにエレクトロが撃った電撃がライノに当たって、ライノが起こり、オクトパスとビートルもろとも飛ばされて、チームワークが悪くなり始めた。そのまま、ピーターの罠にライノがハマって、ラボが水浸しになり、エレクトロがショート。自由の女神でチームと合流したピーターたちに敗北。 リザードは下水を通って、ピーターに言葉を残して逃げたが、残りのメンバーは、SHILD に捕らえられた。その後、ドクター・オクトパスは、新、シニスター・6パート1でシニスター・6より、強力な集団として、シニスター・7を結成した。パイロット版に対する、非評価、ファンからの評価は、様々だった。バラエティのブライアン・ローリーは、この番組に対して、 やつぎばやのジョークが売りの若者向けファミリー外にしようとしていてわざとらしいと批判し、この作品を多くの大人たちに愛されてきた名作を低年齢向けに翻訳しようとしたマーベルにとって嫌な予感を思わせるお高く止まったがゆえに期待に添えられなかった作品と評した。イグンのエリック・ゴールドマンはパイロット版の評価を10点満点中の6点とし、 楽しめるユーモアもあり、メインターゲットである、子供たちが気に入るだろうとした一方、作品がスパイダーマンらしくなく、マンネリで不自然だと評した。また、彼はアニメーションが印象に残らないと評し、スパイダーマンが第四の壁を破壊する演出は、むしろデッドプールに向いていると評し、どの年代のファンにも気に入ってもらおうとして、どこかで失敗したと作品について要約した。 ザ・ AV クラブのデビッド・シムズは、第1話を原作とは違う作品にしようとした結果、過剰なまでにいい加減で、説得力に欠けたダサ作と化したと評し、この番組の評価を C とした。その一方で彼は、ジャークな王ドクター・ドゥームの評価を C とし、ベノムの再来の評価を B とし、若い読者に向けて、マーベル漫画への入門編にしようとした結果、 アルティメットのコミックスとも映画とも異なる内容になったとし、シナジースパイダーマンに解題すべきだと話した。その一方で彼は、ロキとシモの巨人の評価を A マイナスとした。コモンセンスメディアのエミリーアシュビーは5つ、性満点中4つ星をつけ、アクションとユーモアが番組の根幹を成しているが、ピーターが指導者のもとで仲間たちと共に大人になることとそれに伴う責任に、 ついて学ぶという姿勢は子供たちの印象に残るであろうと評した。アメリカでは現在ディズニーで配信されている。日本でも配信されているが以前まではディズニーデラックスで配信していた。この時のグリーンゴブリンの体格は筋肉質になっておりコミックアルティメットスパイダーマンに近いデザインとなっている。原作ではアイアンマンから接収したアーマーだが 本作ではオズボーンが独自開発した設定。ドクターは、新美容ととは言っておらず、そのまま、ベノムと言っていたため、寄生生物、または、ベノムと呼ばれる。なお、デッドプールは何度か、カメを出演した後、第2シーズン第15話、アルティメット、デッドプールで、本格的に登場した。ありがとうございます。